お疲れ様です、マッピーです。今回はブライダルアーシェラ使います。アーシェラといえばニューイヤーアーシェラ、バレンタインアーシェラときて、今回ブライダルになったということで、かなり人気の流行馬なんですね。あと、影光なんかも人気ですよね。黄金影光になったり、サマー影光になったり、アイドル影光になったり、もうなんか、うん、とりあえず人型の竜が基本的に季節限定馬になっているイメージがあるんですよ。ただ、思い出してほしい。竜ってのは、本来こう、そう、今回リーダーにしているノクタニアのように気高く、そしてなんか人の姿はしていないものなんですよ。もう竜といえば竜でしょちょっと語彙力が皆無ですが、そういうのもね、なんか季節限定になっていいと思うんですよね。ノクタニアなんかは学生ノクタニアっていうのがあったんですが、なんかな、あ、運動会かな、運動会のノクタニアの姿あったぜ。そういうのもね、どんどん増やしていっていいと思う。だからね、今年はね、水着のゆるるんぐるを出そう。よろしくお願いします。まあまあまあ、そんな出ないと思うけどね。ということで、ブライダルアーシェラ性能見ていきましょう。スキルとコンボスキル両方捕食ですね。発動条件が同じです。スキルもコンボスキルも自分のデッキのコマが全て竜属性かつ手駒が3枚以上呪われている時に発動します。スキルがアタックが 1.3 倍になって与えたダメージの 200% 回復で、コンボスキルがアタックが、通常攻撃が 1.6 倍になって与えたダメージの 35% 回復ということで、両面捕食となっていて、このスキルの捕食が強いんですよ。 1.3 倍になってからその 200% つまり2倍分の、だからまあ 1.3 倍かけてからの2倍の回復量を誇るということで、この回復量というのはどれぐらいかというと、あのマリーツヤを超えます。マリーツヤだけでもなんか1枚返しで相当回復力高いんですが、このブライダルアーシェラは発動条件が難しくなった代わりにマリツヤよりも回復力が上がったということで、より強い捕食スキルとなって、しかもコンボスキルも捕食を持っているということで、マリツヤに比べるともう捕食特化の性能、捕食特化の竜ゴマというか暗黒竜ゴマになっているのかなということですね。今回はノクタニアリーダーの暗黒リューパー組んできました。竜鱗を3枚入れていて、とにかく竜鱗を序盤に変置きして、他は捕食ですね、貫通捕食であったり捕食のコマを中心に組んでいて、でアタッカーとしてはニンブスをはじめとして、シェンメイ、トレグレニグといったエスゴマも据えております。ということで、今回このデッキでやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。キャミタンですね。今回貫通捕食3枚入ってるので、シールド置かれることに関してはそこまでの問題はない。まずは竜鱗を引こうか。話はそれからだ。あー、引かなかったわ。まあ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 、今回ね、3枚積みなんで、ちょっと4積みはやりすぎかなと思って3積みにしてみました。で、相手はレベルマのリンガットなので、この HP が低い理由はおそらく B ゴマが入っていると見ていいですね。まず初手出しなんですが、ポイムンと3手目に打ちたいので、サンドラプターなしでいきましょう。うん、ここはサンドラプターを切ります。捕食中心でいきますよ。食べ歩きよ、食べ歩くぞ、このなんだ、神炭という名の、食材を捕食し回ろう。どっちが捕食者か思い知らせてあげましょう。まあ、アーシェラ引いてるから別にホイムとか切ってもよかったんですが、3手目のあいつが強い。おっと、いや、これは美味しいよ。竜鱗を置けるチャンスが2回ある。引け、あ、引かなかったか。まあ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 、まだいい。で、これコンボの内容はほとんど変わらないね。なら貫通持ってるアメリアを持っとくっていうのは手ですが、呪われてるのでここで切っておきたいですね。引きましょう。すい、回復。うん、アメリアの回復力いいですね。キングムスタバ未満、いや違うか、そう、ローガン水上キングムスタバ未満、いい回復力だと思います。で、次のターンで竜鱗いきましょう。で、これは、あ、痛いな、これマジで竜鱗いかないとまずいよ。子供に竜鱗竜鱗って言いたくないですよね。竜鱗竜鱗竜鱗、いかなかった。となるともう3手目 X しかないですね。フェリプティ引かれてるってのが相当きついですが、これはちょっと3手目 X 打っといて、いやーきついな、捕食でどこまで耐えられるか。こっちはアーシェラ引いてるのである程度は余裕ありますが、 OK、 あ、待って、これチャンスだぞ。竜鱗竜鱗竜鱗、なるほど、これ竜鱗持ってないと相手は読んでの行動ですが、ここで引けば、あー引かなかった。いや、でも貫通捕食1枚しか切ってない、まだチャンスはある。パトクロカーホイムーンとか、どっちも回復力は同じか、ほとんど。ホイモントから切るか。ホイモントから切って、よしよし。回復 C の。でも相手もジーク切ったんで、まだチャンスはあります。火力の出る駒がここから引けなければ、ある程度耐えて、一発逆転狙えますよ。待って、それ火力出るやんけ。火力出るやんけ。ちょ、待った。ここはね、竜鱗よりも貫通捕食が引きたいかもしれない。あー、強いけど、ちょっときついな、これ。いや、ただこれはパトロクロスキルしかないですね。しかし相手打てるところが全てこちらの3枚返しの動線がつながるところなんで、ここさえ耐えてしまえば次のターンのアーシェラで一気に回復を持っていきますよ。
回復、まあ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 、シール貼られてる分回復力は減りますが、ここを耐えろ、とりあえず耐えろ、ここ耐えてワンチャンしかない。ただブライダルアーシェラの回復力を舐めてはいけない。オッケー、これ耐えたぞ、耐えた。それかシェンメイ引いてシェンメイ呪ってくれればワンチャン、いや待て、コンボスキル 1.5 枚しか出ないのか。ドゥンラー、ここはもう回復ですね。竜輪置いてる暇ない。いや危ねえ、どんだけ危ない橋を渡ってんだ。行け、アーシェラ、いつもより多く多めにサービス、サービス満点。よし、大回復、これまだ耐えられるだろう。いやとはいえこっちの動線が気づかれてないのもまずいな。これこっちの動線が、いや待てよ、相手どこ置いても何かしらの動線がつながるから。え、痛い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 、とはいえきつい、とはいえきつい。なんだこの状況、当たり前じゃねえからなこの状況。うわー、貫通捕食引くの遅かった。いやでも待って待って待って、ね、なんかなんとかならないか、なんとかならないか。どっちみち引かれたら終わりですね。なんでジーク返すんですが、いやとりあえず竜輪かな、竜輪打っとこう、竜輪竜輪竜輪。はい、どっちみち引かないと終わるんでこれしかないですね。頼む、頼む、ウルから来たということはエネガは引いて、引いてな、ないない、引いて。とはいえちょっとこのデバフは効いてませんよ。まずいよ、まずいまずいまずい、捕食量も下がっちゃう。リュウリンリュウリンリュウリン、ちょっと待って待って、リュウリンリュウリンとか言ってる暇じゃない。待って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 、いやー痛い痛いよ痛いよ、これどうすればいい。やつのコンボつながるのが一番まずいか、ならコンボを潰すのが先決であれば、リュウリンを置くか捕食を置くか。いやデバフ効いてる今、リュウリンの方がまだ耐える可能性もある。リュウリン打とう、頼む頼む、お願い、あと一旦、あと一旦待って、お願いだから。私も次のターンで飛ばせるとは限らないんだから、この手駒の状況。サンドラプターも切っちゃったし、当たり前じゃねえからな、この状況。でサンドラプターあそこで切ってたら、ホイモト打てなかったから死んでたんですけど、あー、負けちゃった。GG。いやでも3枚返しのアーシェラの回復力で1万回復できたっていうのは大きかったですね。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダーか、どっちだ。あー、神タンっぽいですね。ただ、正月ランよりはマシですね。いらっしゃいませ。OK。ガルイーラー、いいね、そういうところどんどん見せていこう。いきなりね、もう手駒にあるぐらいの、もうあの家に帰ったら、あ、もう、あ、お帰りお帰りみたいな、もうあの家にいるとずっといる状態、もうもはやガルイーラーペットですね。もうそういうのどんどん見せていこう。でこれはもうどうしようかな、切っちゃうか、捕食はまだあるんで。そうそうそう、そういうのいいんだよね。もう試合が始まったと同時に手駒にある状態、そういうのいいと思うんだ。何にもないような、もう本当普段からなんかこう何でもないようなことが幸せだったと思えるだろう。それがガルイラ、何でもないようなガルイラが幸せなんですよ。そういうのどんどん見せていこうね。いいよ、いらっしゃいませ。リンド君、リンドチャンネルが来たんでどうしようかな。リンドチャンネル切ってガルイラ変置きが、まあ、安牌の形ですね。そい、オーケー。で次のターンでガルイラ打つんですが、手駒が1枚呪われてる状態なんですよ。なんでハピアかドゥンラーを引いた場合はその2体を優先します。そっちの方がカット率が 5% 高いんでね。え、ドゥンラーの場合は 45% とかだっけ。ドゥンラーが一番いいかな。ドゥンラーはいかなかったらいいよ、十分だ。さあガルイラ打って、ね、相手神タンっぽいですね。神タンっぽいので、まあちょっとこの竜輪っていうのが、まあ、自分に対しての痛み止め、自分のこのなんだなんていうのこの感染症か、もうなんか、ね、あくまでも抗がん剤みたいになってますけど、まあでもしょうがない、そういうデッキタイプだから暗黒っていうのは。よしよし、おこれ貫通捕食とか引いたら貫通できますけど、でもそっちのコンボ発動しないんだったら囲ってもいいな。 OK、 ホイムント打つかパトロクロス打つかみたいなところがあるな。ホイムント打とうか、呪われてる分ちょっとダメージを取りたいんで、呪われてる駒を、よしよしよし、呪われてる駒を割いていき、でどうする相手、相手これコンボスキル発動しないが、割と早めのハピスト X でしたが、ここで B1 なんかに取ってくる可能性ももしかしたらあるかもしれませんけど、アルベルダレ、なるほど D2、 いやこれ問題ないな、 D1 打とう、打とう、何でいき、ハピア、いいぞ、2枚目の竜輪。いや待てよ、カードでもいいよな別に、 A3 打たれるのちょっとやだよな。いや打とう打つよ俺は D1 に、よしよしよし、で地味にこれ回復する。 OK、 呪い1枚分ぐらいの回復力は見せていくね。いいね、ハピア張ってる状態でこれ 1.7 倍出るんだっけ、 1.8 か、トレグリニング相当軽く出るなこれ。うん、で、あ、あーそういうの、そういうの見せていくのね。いいよ、構わないさ、構わない、
ここに来どうしようか。シンジってこれコンボ発動するんだよな。 A2 に置いた場合ジーク撃たれたら終わるよな。なら回復だろ。行こう。うわっ、よーし、見たかこの回復力、舐めるんじゃないぜうちの回復力を。よしよしよし。ただね、まあハピスト、あ、いや大丈夫、ハピストここまで発動しないから。ヘリプティ行かれてるのがちょっと良くないな。これ OK、 ガルマでそこ取る。え、これチャンスだろ。ガリラのコンボが開いたぞ。よしよし、これチャンス。ハーピストある状態でこっち回されるのが一番きつかったんで、 OKOK、 待ってよ。まだ飛ばんな、まだ飛ばない。ならやることはなんだ。1500削っても相手のハーピストは発動しないので、ここですね。これハーピスト発動しないんで大丈夫です。14300になるんで OK、 ギリギリを攻めよう。今本当カトゥーンのデビュー状態のカトゥーン状態です今、うん、ギリギリでいつも生きていたいから私、うん、最近ちょっといろいろあったみたいだけど、やっぱそれもギリギリで生きた結果なんだよ。けど俺はギリギリを生きて成功するんだよ。大丈夫、ギリギリをついて勝った。それはダブルコンボだ。よし、まあ、ギリギリでいつも生きていたいから私、うん、いつも生きていたいから、もう心3枚返しはおのずと通ると。よし、リュウリンもしっかり3枚置けましたし、まあ、いい試合だったかな。はい、しょ、地味にこの回復力も高いと。よし、対戦ありがとうございました。ということだ。はい、対戦よろしくお願いします。聞いたな、ロスか、ロスか、聞いたな。聞いたな、ロスか。これも引導を渡すときよ。高校関係ない。捕食、貫通捕食があるからな。そうだろ、お前ら。オッケー、よかった。アメリア引いてる。よかった。これで引かなかったらどうしようかと思った。初手は貫通捕食しましょう。でアメリアのいいところは1枚呪いで発動するところなんですよね。ローガンスと同じ発動条件。よし。で、呪われる分に関してはね、まあいいだろう。アーシャルの発動条件も満たされやすくなるからね。問題はね、リュウリンだよ。リュウリン。リュウリン、リュウリン、リュウリン。で、大丈夫。あの、次のターンでリュウリン引ける可能性って4分の1あるんですよ。25%。なぜなら、デッキの駒っていうのは16枚で構築されるわけですよ。で、そのうちの4枚が手駒に来ていて、リュウリンはこのデッキに3枚入ってて、だから、残り12枚のうちの3枚がリュウリン。ここでいけるだろ。いける。絶対いける。4分の1。25%。いけなかったー。ダメだな。これはまずいな。やめてよ。落ち着け。落ち着け。もう一回。もう一回俺にチャンスをくれ。ここで竜林を行くというチャンス。で、A2 か A4 に取ってくると思うんですが、いずれにせよこっちは次のターン D6 が強いんで、いや、まあ、そんなゴリゴリ来るかな。F2 に普通に打ってきそうな予感もしますがね。どうする？もう一度俺にチャンスをくれ。あー、メリオ出す。メリオ出す。これプラスってないメリオ出すなんでまだ欲しい。竜林！よし！いいよ。OK。いやー、ただ、竜林が乗るのか。結局、呪いのダメージ変わらないぐらい、竜林張っても変わらないぐらいのこれ、アドになってるじゃないのか、厳しいんじゃないのか、これは。いや、しかし、こっちにはアーシェラがある。一発逆転駒。うん。こいつがあればなんとかなるだろう。大丈夫だ。大丈夫だ。問題ない。一番いいのを頼む。ってならないように頑張ります。はい。まずい、しかもそいつにはプラス打ってるのが、メリオダスに振った方がいいんじゃないのか。いや、人のプラスに文句言うやつはクソだよ。そんなこと言わないよ、もう私は。竜輪張ってなお、この待って、怨念が怨念。これ X の方がいいですね、どう考えても。で、これは C1 に打たれますが、捕食もしくは竜輪を引いて、ミリ残りとかそういうので耐えていくしかないですね。あのルーシーが目の上のタンコブジャーが、ここはおそらく C1 に取ってくるでしょう。頼む、ゆっくり。ルキア、待って、これ出るぞ。俺のアーシラあるぞ。ルキア打ってランタイを釣ろうとしてるな。しかし甘い。暗黒リューパーにおいてランタイ以下が下には下がいるということを教えてやろう。それがアーシェラです。いただきまーす。あー、うまい、やったー。よし、こんだけ回復すれば次のターントレーニングに行く。手駒は9呪いだけど。手駒は9枚呪われてるけど、手駒9枚乗られてて HP 19768。どういう状況で、これ、あえて言わせてもらおう。おい、どういう状況で、これどういう状況ですか。勝てるぞ。でかい。これ C1 に取られなかったらめちゃくちゃでかい。OK!
優秀の美を飾ってやろう。トレグレニグの、あ、しかも鮮明確定呪い。やった、これヤバタニエンじゃないの。ヤバタニエン、関東風カニ玉、関東風カニ玉、はい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 、素晴らしい。よし、みんな先行ロスか S3 を征伐したぞ。高評価不可、大変ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。1戦目負け、2戦目勝ち、3戦目勝ちという流れだったんですが、このブライダルアーシェラを全て3枚返しでコンボを含めて使ってみました。となるとですね、あの回復力っていうのがもう尋常じゃなく回復してくれるということで、全然ありなんじゃないかなと思います。というのもこの S の捕食枠っていうのは、まあ、ライバルとしてはマリーティアなんかがいるんですが、もう本当に S に捕食枠を固めるのであれば、もうマリーティアと一緒に使ってもいいぐらいなんかなんじゃないかなとも思いましたし、マリーティアにも言えることなんですが、こういう S の捕食枠っていうのは後半に残したいんですね。後半にコンボスキルが、狙えるような状況で、使ってですね、一気に回復したいっていうのがあると思うので、発動条件に関してはね、そこまで気にはならなかったです。もうあのこのマリーティアにも言えることなんですけれども、マリーティアって手駒1枚以上呪われていればすぐ発動するということで即効性はあるんですが、あの回復力っていうのは後半に残したいっていうのがあるので、そう考えたら、マリーティアの代わりにこのアーシェラでもむしろマリーティアよりも強い部分もあるので、あり、なんじゃないかなと思います。ということでぜひぜひですね、この暗黒リューパにブライダルアーシェラ使ってみてください。思ったより強かったです。やっぱりこう3枚返しで最後の試合なんかにも言えることなんですけど、この最後の試合でなんかどれぐらい回復したのっけ、もう1万を超える回復力を見せつけてくれて、コンボスキルも強いので全然強いと思いました。ということで皆さんぜひ使ってみてください。今回この辺で終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。